だもんやね。だってこんなに状態だよね。なんで、で、じゃあこれだけで値段つけます。これ持って帰ってくださいって言われるとも、だっていつもそんな、ね、何も一緒に預かっておきましょうみたいな話。だから値段はノーカウント。はい、羽織。ほら、これがさ、いかにもちりめんってなんだろ。ね、これがちりめんですよね。でも、あれだよ、ちりめんっていろんな種類があるよ。これ、それからったら、羽舞台か、これ、証拠してないか、どっちか。これはね、なかなかね、難しいけどね。特定するのはね。はい。ということで、羽織。羽織の中が、これがね、この色何色っていうから、この字色。何色？黄土色？黄土色です。黄土色？とか、あ、これ柿色って言ってもいいんちゃうけどね、この黄土ね。うん。黄土色かける柿色とか。で、こういうのはどっちかっていうと、なんか、どこか、サラサって言うじゃない、こういうの、サラサ。サラサ。インドじゃない。そうそうそう、なんかそれっぽいなんですよ。なんか、で、これをさ、意外と、そこから西へ東へ、東に行ってもなんとなく似たような、日本の和柄で出てきそうな柄が、絨毯とかに乗ったりするのは、シルクロードを西へ東へ行ったみたいな、うん、そういう感じだね。多分ペルシャあたりぐらいでできた柄じゃないかな、みたいなのが、両方に来てるんだよね。そういう感じ。だけど、もうこういうのもサラサって言ったらサラサでいいです。で、羽裏。羽織の裏。羽裏。これ、それこそ、歌舞伎のやつよ。中村江戸の勘九郎とか襲名しちゃったけどさ。レンジ師のやつ。ね。レンジ師。レンジ師。レンジ師。こう、首も回しにしやつだ。と、うん、いうことで、江戸時代からの人はもう、この羽、こういう、歌舞伎のモチーフとかいうのは、能、うん、のモチーフ、歌舞伎のモチーフとかいうのは、もう、昔から定番。羽織ですね。はい。どっちかで言ったら女性って男性だったら女性ですよ。だって女性は絶対にこれやけ。羽をここで。なんていう？そう。そういうこと。いいっすか？あれ？女性にしては、いかついないな、お前。いかついないっすか？だって、いかついってたら虎の方やったりさ、竜が心当たるとか言うの。あれ、これ全然いかつくない。花やかってやつ。はい、花やか。だけおめ、このことよ。お目当ての、今やったら、その人気のタレントさんとかなんかあるとするやない。今やったら、嵐くん嵐とかの、プロマイド与党のと同じだ。わかりました。わかった。そうです。こう、人気役しちゃった。ああ、なんとか、ああ、なんとか、言うとくわけよ。わかった。その感覚よ。みんなだけど、道具は変わるけど、その、うん、そんな感じよ。うん。なんか、憧れのスターなわけだ。うん。ということですよ。OK？ はい。と、うん、いうことで、はい。これは黒、羽織でもこれ黒エヴァって言います。黒エヴァ。で、これ稲穂ですよ。この柄が。とか、麦かなんかかな？なんか、稲穂じゃないね。麦やね。麦。麦ですよ。多分。だけどね、柄がわからない感じある程度。ね、なんでも草。なんでも花って感じわけですよ。だからこれ麦でいいと思うね。麦にしときましょう。麦っぽいから。うん。で、羽裏がクジャク。やっぱりクジャクです。どう考えて。これ鳥の世界ってさ、オスの方が派手なのね。オスの方がこうなるよ。要するに、あれだよ。メスの方がこうなるんで、地味と。もっとこれ、一応絵的に美しくしたらさ、もっと真っ黒なの。メスの鳥ってモズ地味だもんね。鳥の世界ってさ、オスの鳥の方、オスの方がものすごく派手だよね。はい。あ、はい。いえいえ、どうぞどうぞ。はい。じゃあさ、ちょっと、消してください。いや、いいよ、じゃあ私。